ナ様は渡さないよ。ヒナ、あの人形のこと。最近の若いもんは盗っ人ばかり。うちに上がり込んでわしのヒナ様を取ろうとする。おじいちゃんが恋言うたんやろ。猟銃まで持ち込んで勝手に敷地に入り込んだ盗人が何を言う。みんな親切なふりして近づいてこの老いぼれを油断させる。だからわしも真似をしたんだ。ヒーナ様を守るために。この家にもあの人形が。誤解や、あんなもんいらん。味噌汁さえ飲んでいれば眠ったまま何も知らずに済んだのに。サツキ、話は後や。逃げるで。ここにいたよ。さっきから君たちずっと同じところをぐるぐる回ってるよ。逃げられないよ、この村からはね。よい子さん、助けに来てくれたんやな。ごめんね。おじいちゃん、挟み撃ちにしよう。なんでや。よい子さん。こっちだ。そのまま走れ。調子を頼む。は？何言うて。これ以上周りのやつが死ぬの見たくなかったから。それは私だって同じだよ。よい子さん。二人とも大丈夫なんか。よい子ちゃん、さっきのすごすぎや。びっくりさせてごめん。挟み撃ちにしようって言ったら畑の方に逃げてくれると思って。こ
ここはうちの畑で罠の位置が分かってたから、金止めのおじいちゃんをうまく誘導しようと思ったの。俺はよい子ちゃんを信じとったけどな。ビビってたくせに。おじいちゃん、警察が来るまでここにいて。どうして優しかったおじいちゃんが。俺たちだけやない。このじいさんは殺しとったんや、四班の奴らを。ケントも、あんたが。あとは警察に任せよう。何を言ってるんだい。わしは人など殺してないよ。ひな様が召し上がったんだ。私たちは10年前の荒神村にいる。